Tenastil, and you don't know Johnny has been a dancehall godfather. Candy Bomb song with the Candy Bomb crew. Go. The original musical terrorist. 3, 2, 1. はい、スタート。頑張ってください。こちらが道原さん、ロミさんです。さあ、まずはガミさんが1スターン取りました。さあ、先に点を取ったのはガミさんです。さあ次は道原さん、ロミさんが取った。これで引き分けです。1対1になりました。さあステルス使っておりますね。さあスタンできる。あ、ここでまさか投げてからの麻酔銃。お、さあガミさん頑張りましょう。さあ今回ね、CQC でも攻める感じですね。さあまた道原さんが投げた。おっと、これは2人相打ちですね。なので道原さん、ロミさんが先に3ポイント取ったということで、勝者はロミさん、道原さんとなります。おめでとうございます。5、4、3、2、1。はい、試合開始です。頑張ってください。さあ、ファーストさんはステルスを使った。あ、お互いステルス使っておりますね。さあ、まずは R さん、ヘッドショットかな。決めました。1ポイント先取します。じっくり攻めてもらったらと思います。おっと、R さん、またヘッドショット決まった。おめでとうございます。これでリーチですね。R さんが2ポイント。で、ファーストさんが今のところノーポイントです。さあ次ね、R さんが取ったら R さんの勝利になりますんで。さあ距離取ってからだと R さんにね軍配が上がりそうだ。さあファーストさん、ここでスタンとなりましたね。 R さんこれで3ポイント取りましたんで、 R さんが勝利となります。おめでとうございます。5、4、3、2、1、スタート。さあ頑張ってください。さあ今ね R さんサイドです。さあ2人ともねステルス使ってますが、さあ緊急回避、緊急回避。さあ飛び込みが多いですね。さあこれがカロリーさん、トモパパさん。あ、これは緊急回避でスタンを取った。今までないパターンですね。1ポイント R さん取りました。さあ先に取ったのはね R さんですが、おお CQC 倒して、ここから頭に打ち込んでカロリさんが1ポイント取った。これで引き分けとなりました。さあいつもとはね違う。あR さんこれで2ポイント取りました。カロリーさん段ボールでねフェイクかけてたんですが、あっさり見破られてヘッドショット決まった R さん。さあ R さん次取ればね勝利となりますね。おっと、ここもまたヘッドショット。なんかラグっぽい映像にはなってますが、 R さん3ポイント先に取ったので勝利となります。おめでとうございます。でカロリーさんお疲れ様でした。5、4、3、2、1。はい、じゃあスタートです。頑張ってください。さあガミさんサイドです。こちら、さあ今は2発当たったのかな、ファーストさんのが。で飛び込んだ。おっとガミさん投げた。ああ頭に決めた。これで1スタン取りました。一発当たった。お互い、ああ、これはガミさんまたポイント取りました。2ポイント取りました。これでリーチです。2対0。おっと、お見事。ヘッド一発で決まった。ガミさんがここで3ポイント先に取りました。3対0でガミさんが勝利となります。おめでとうございます。ファーストさんお疲れ様でした。まだ試合がね、残っておりますんで、そのまま待機でお願いします。そしてお二人は速やかに退出よろしくお願いします。5、4、3、2、
1。はい、佐藤、頑張ってください。さあ、それではまずはカロリーさんサイド。さあ、避けながら打っております。お、距離を詰めて投げて、そっから、おっと、道原さん、手で振り払って、まさかのスタン。これも初めてのパターンですね。これで1ポイント取りました。さあ、こちら、道原さんサイドなんで。さあ、お互い、動かないね。隠れてる。さあ、こちら、カロリーさん。あ、動いた。さあ飛び出した。こう、お、また投げてからの、お、これは、さあリベンジ成功。カロリーさんがスタン取りました。これで1対1となります。さあ、ダンボールに入ってるけど、また捕まりそうな、あ、ダンボール入ってないんだダンボールは偽物、罠だった。さあ、道原さん、ロミさんがまた取った。これでリーチですね。2対1。道原さん、ロミさんが2ポイントで、さあ飛び出した。お、投げられた。これで道原さんが3ポイント先に取りました。おめでとうございます。勝利は道原さんです。カロリーさん1ポイント取って、ここでちょっと負けちゃいましたね。5、4、3、2、1。はい、じゃあスタート、頑張ってください。で、今がガミさんサイドで見ております。さあ、カロリーさんはね、上半身だけを出して隠れながら打ってますね。さあ、ガミさん1ポイント取りました。最初に取ったのはガミさん。お、マガジン持ってますね運試しでしょうかとりあえず適当に投げて当たれば同じみたいな。さあ、まずは CQC で投げて打ち込んだ。これでカロリーさん1ポイント取りました。これで1対1ですね。カロリーさんは隠れてますね。さあ、段ボールも置いてます。さあ、迷うことなくカロリーさん見つけれるか。さあ、姿を表した。バレてるかな。バレてますね。さあ、一発ずつ当たってる。おっと、これは緊急回避での飛び込みでスタン取った形になりましたね。ガミさんが2ポイント先取りました。これで2対1。ガミさんがリードしてリーチですね。次取ればガミさんが勝利となります。さあ、マガジンを投げる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 。やってませんかね。奇跡が起きた。これはすごい。カロリーさん適当に投げたんだろうけど、頭に見事にヒット、スタン取りました。おめでとうございます。これで2対2です。ミラクル発動素晴らしい。多分ガミさんは悔しい悔しいとコメントいただいた。いや、今日もね、ミラクル起こしますねさあ、リーチかかってるんで、お互い。さあ、飛び込んで打つ。あ、どうなる。あと、ガミさんがここで取った。で、ガミさんが3ポイント先に取ったので、優勝じゃない、勝利となります。5、4、3、2、1。はい、試合スタートです。頑張ってください。さあ、今は道原さん、ロミさんサイドで見ております。さあ、2人ともステルス迷彩使ってますんで。
さあ近距離戦だが、おっと三原さんがまずは先に取った、1ポイントゲット。さあ騙されるか、騙されるか。さあCQC で捉えれなかったが一発当てた、おっとうまい。ここで三原さん2ポイントを取りました。さあとりあえずバレたねバレましたね。おファーストさんがヘッドショット決めたのかな。ファーストさん1ポイントゲットです。さあ投げるけど、お投げたおっとファーストさんヘッドショットかな、決まりましたね。これで2対2となってます。おめでとうございます。打った、おっと道原さんが取った。これでじゃあ先3ポイント取ったのはロミさん、道原さんです。おめでとうございます。ファーストさんお疲れ様でした。5、4、3、2、1スタートです。頑張ってください。さあアウルさんサイドから見ていきましょう。さあ一発当たったのはガミさんかな。さあお互い2発ずつ当たった。ああ先に取ったのはガミさんですね。1ポイント取りました。さあ距離開けての打ち合い、おっとここでもガミさんが先に取ったね。2ポイント取りました。これで2対1、ガミさん2ポイント、 R さんがノーポイントです。さあこれは距離を縮めるか。さあ距離はまだ保ったまま、おっと CQC に来たが避けた、リロード、お互いリロードした。おっと緊急回避、今日は緊急回避でスターもね2回ぐらいあったかな。ああここでガミさんが取りました。それではガミさん3ポイント取ったんでガミさんの勝利となります。おめでとうございます。5、4、3、2、1はいスタート、頑張ってください。さあカロリーさんのサイドですね、カメラになっております。さあ一発当てた、ファーストさんは物陰に隠れた。さあ手数多いのはファーストさんですが、おここでカロリーさんが投げてからのヘッドショット、お見事一発。あれこれは遊んでるカロリーさん1ポイント先取しました。さあデコイ置いて、これは罠になってるんでしょうか。さあ段ボールもね2つ置いて敵を惑わす。さあおっとここでまたカロリさんがスタン取りました。2ポイント、これでリーチかかりましたんで、次取るとカロリさんの勝利となります。が残っておりますんで、気づいてるかな？おっと、マガジン攻撃。飛んでくる、飛んでくる、飛んでくる。当たった体に。さあ、ちょっとデコイに騙されたけど、CQC 外した。さあ、ファーストさん。ああ、ここでカロリさんが取りました。さあ先に取ったのはカロリーさん、3ポイントとなりましたんで勝者はカロリーさんです。おめでとうございます。5、4、3、2、1
はい、じゃあ試合スタートでーす。頑張ってください。さあロミスさんサイドで見ております。さあ一発当たった。おっと飛び込んだ。お、先取ったのは道原さん、1ポイント獲得。さあ物陰に隠れて、今回ね結構 CQC 投げてから打つ。おっとうまい、これはヘッドショットかな、取りました。 R さん1ポイント、これで1対1の引き分けですね。迷うことなく見つけられるか R さんを。さあ静かにその時を待つ。おっとマガジンを投げる、これは外れたが、おっと R さん取りました。これで2ポイント、 R さんが2ポイント、ロミさんが1ポイントです。あ、確認してますねお互い。ステルス使ってるんで。おっと道原さんポイント取った、2ポイント、これでお二人ともリーチかかりました。さあ次取った方が勝利となりますんで、さあ気が抜けませんよ。さあどこにいるか探す。おっとっとデコイを投げた。さあ構えて待ってる。おっと R さんお見事ヘッド一発、これで3ポイント先取ったんで R さんが勝利となります。おめでとうございます。さあロミさん、あ降りた降りた。さあ残り43、2、1、スタート。さあ頑張ってください。さあまずはロミさん、道原さんサイドから見ていきましょう。おっと決まったのガミさん、まず1ポイント獲得。さあヘッドが決まったんでしょうか。さあどっちが当ててるかちょっとね、このデリケートホスト側じゃ見えない。おっといきなりヘッド決めた、道原さんが、ロミさんがヘッドいきなり走って決めた。お見事1対1です。なんか飛んできた、マガジンかな。おっとこれもヘッドが決まったかな、道原さん2ポイントゲット。さあ探しますね、ガミさんが探してる探してる。暗視ゴーグルつけてますね、段ボールから飛び出てますレンズが。すごい探してる探してる。おっと物陰から打った。さあ道原さん取った、これで先に3ポイント取ったんで道原さんが勝利となります。おめでとうございます。5、4、3、2、1、はい試合スタートです。頑張ってください。さあこれね、道原さんここで勝利すると 今大会一応ね1位となりますんで、1位通過になりますんで。さあまずは道原さん取った、さあ1ポイント取りました、おめでとうございます。さあおっとヘッドが決まった、道原さん2ポイント取りました。さあこれで道原さん、ロミさん2ポイントなんでリーチとなります。次取れば勝利となります。さあお互い体に当ててますが、おっと R さん走り込んで体に当てた、そしてスタン取って切る、とおびき寄せた。 R さんが出てきた。さあリーチ取ってるのはね、リーチかかってるのは道原さんなんで。おっとお互い当たった一発ずつ。さあ道原さんが先に3ポイント取りました、ということで道原さん勝利です。おめでとうございます。
5、4、3、2、1、はい、スタート。最終戦なんでね、気合い入れて頑張ってください。さあ、こちらはガミさん最後ですね。さあ、次 R さん見てみましょう。さあ、ステルス使ってるんで R さんの方が弾は当たりにくいかなと。さあ、リロードする。その間にガミさんが撃つ。さあ、一発当たった R さん。おっと、R さん2発目当たったかな、音的には。おっと、これはヘッドかな。 R さんがまずは1ポイント取りました。さあ、一発目当たった。さあ、なかなかお互い、おっと、また当たった。さあ、今リロード中かな。お、構えてる。頭がちょっと出てるのかな、これ大丈夫かな。お、抜けた。さあ、 R さんまた取りましたね。これでリーチかかりました。2ポイントゲット。なかなかもう後がないんで緊張するんですが、頑張りましょう。さあ、 R さんはサプレッサー、まあサプレッサー抜けても関係ないんですが、さあ、壁にね、隠れながら、さあ、距離はね、なかなかお互い詰めずに攻めております。おっと、ガミさん取りました。1ポイント取りましたよ。さあ、1ポイント取りました。 R さんが2ポイントでリーチかかっております。さあ、当たった。 R さんがちょっと一発当たったけど、さあ、ガミさんはね、もう後がないんでここで取っておきたい。あっと、頭がちょっと出てたか、ヘッド食らった。これで R さんが先に3ポイント取りました。おめでとうございます、勝利です。ガミさん惜しい。これで今大会全てのねプログラムが終わりました。まあ、今日はね5人参加で総当たりとなりまして、で先ほど戦っていただきましたね、ガミさん、道原さん、 R さん、この3人で決勝を進めてきましたが、さあ、今回一番成績良かった道原さんが1位、そして先ほど今の試合で勝利を収めた R さんが2位、なのでこちらお二人はまた次別日で決勝戦がありますので、こちらコマ進めることができます。なのでまたね、日がありますんで、次の試合まで、大会までね、頑張ってまた腕を磨いて待っておいてください。おめでとうございます。そして参加された皆さん、お疲れ様でした、ありがとうございました。で、リスナーの皆さんもありがとうございました。またね、今回 A ブロックの予選なんで、次 B ブロック後日ありますんで、よかったらね、参加お願いします。